はい、こんにちは、じゅんじゅんです。ティアンです。今日やっていくゲームは私の名前を呼びなさいっていうゲームなんですけれども、すでにこのタイトルの絵が不穏な感じがしますが、なんかあれみたい、断蜜の映画の私の奴隷になりなさいみたいな、ね、そういうのあるよね。どんな映画かは知らないけどね。あらすじ読んでいきましょう。はい、あらすじ。私の名前を呼びなさい。電波男に軟禁された少女が脱出を目指したり捕まってお仕置きをされたりする探索ゲーム。うわー、1周20分程度。燃えるね。 CG の数は10です。エンディングの数は5ってことなので、探索ゲームの皮をかぶったバッドエンドを楽しむ系の短編ゲームです。暴力、猟奇、犯罪、後味の悪い描写などが含まれますのでご注意ください。その監禁した電波男さんがイケメンなのかどうかにもよる。そんなもんなんだろうか。いや、まあ、いや違う違う、それはゲームだからだよ、うん、ゲームだからであって現実では、現実ではいけませんよ。どんな人間でも監禁するやつはクソ。電波男だからどんな感じかわかんないけど、まあとりあえずやっていきましょうか。はい、じゃあスタート。なんだか寝すぎてる気がする。嫌な予感がするわ。今何時なのかしら。ここは見たことない部屋。どうして私こんなところで眠っていたのかしら。監禁されてんだ。確か友達と別れてから家に帰ろうとして、それで寝起きのせいかしら。うまく頭が働かないわ。なんかこれ睡眠薬とか使われてる気。あら、イケメン出てきたね、また。やあ、目が覚めたかい、リリー。今シエラって、名前はシエラなのにリリーって呼んでるけど、どういうこと。誰この人。私のことリリーって呼んだし、誰かと勘違いされてるのかしら。あなた初めましてよね。申し訳ないんだけど、私なぜ自分がここにいるか記憶がないの。何か知っているのなら教えてほしいんだけど。ああ、まずはそれを説明しないとな。君は僕がさらってきた。さらっとさらった。さらっとさらってるんだ。さら、まあ話を聞いてくれ。君は僕の失った恋人の生まれ変わりなんだ。だから前世の記憶を思い出してもらうために。前世中ってやつだね。うん、僕の地球を守ってみたいな。あなた正気？恋人の生まれ変わりだなんて悪いけど、そんな妄想に付き合う気はないわよ。死ぬ前に生まれてんじゃないか、この子。確かに。君は前世や運命の話には興味がないタイプかい。少しでも女の子好みしそうな言い方をと思ったんだが、なら変に取り繕うのはやめておこうか。君がリリーとは何の関係もない別人だということは分かってる。分かってるだけにやべえな、こいつ。それでも君をここに連れてきた理由は簡単だよ。彼女にうり二つな君にリリーの代わりになってもらうためだ。君はこれから僕の恋人としてここで僕と暮らすんだ、ずっとね。恋人として一緒に暮らすってことは、つまりそういうことだよね、うん、そういうこともしてってことでしょ。そういうことでしょ。光源氏みたいなやつだな。キモ。とは言っても君は彼女のことを知らないだろうから、ゆっくり彼女の振る舞いに近づいてくれればいい。君がリリーとして僕の元にいてくれるなら、僕は君の恋人としてできる限り君に幸福な生活を約束するよ。悪い話じゃないだろう。こういうさ、その間違った気遣いがゴミだな、こいつ。あまりにも勝手すぎるわね。私にはシエラっていう名前があるの。リリーって人にもあなたの恋人にもなる気はないわ。まあ僕もすんなり受け入れてもらえるとは思ってないさ。一緒に過ごしていればそのうち気も変わるだろう。それと僕のことはリエルと呼んでくれ。彼女はそう呼んでいたからね。返す気はないってこと？ああそうだ。ここで暮らしてもらうにあたっていくつか説明が必要だな。まず今いるこの部屋が君の部屋。ここにあるものは自由に使ってもらっていい。さすがに恋人を不必要に拘束はしたくないから、縛りもしなければ部屋に鍵もかけないが、君が無断で移動していいのはこの部屋と廊下だけにしておこうか。十分不自由だわ。廊下だけ移動できて何になるのよ。トイレとか行けそうね。その通りのこと言ってた。突き当たりにトイレがある。そのくらいは自由に行けた方がいいだろ。お気遣いをどうも。何しろ急なことだから、他の部屋は片付けが済んでなくてね。そのうち自由に出入りさせてあげたいとは思っているが。
あとはそうだな、君にそんな心配は不要だと思いたいが、もし逃亡を図ったり、こちらに危害を加えようとするなら、それなりの罰はあると思ってくれ。それは脅してるつもりかしら。とりあえず最低限伝えることはそのくらいかな。こいつ、さっきから都合の悪い質問はわざと無視してるわね。じゃあ僕はやらなければいけないことがあるから他の部屋にいるよ。本当はもっと君と話したいんだけれど、なかなかそうもいかないのが悲しいところだ。なんかしてるんだね。 YouTube、 YouTuber、 YouTuber なのかな。科学者っぽくしてるけど実は YouTuber、 YouTuber なんだたまに様子を見に来るから、何かあれば遠慮なく言ってくれ。家に帰らせて。そらそうだ。それは無理って。話し合う余地なしって感じね。なんとか自力で脱出できないかしら。少し周りを調べてみましょう。探索の説明を聞きますか。ここは聞いた方がいいね。そうね。探索時の画面の説明。今1日目の12時か。今の状態は正常。うん。探索に入るとこのようなステータス&選択肢が表示されます。これらの情報や選択肢を駆使しながら、男に見つからないようにこっそり建物内を探索し、脱出を成功させることが目的となります。左上の表示が現在の場所です。これか、リリーの部屋だ。今枠内が赤色で表示される部屋の中、または部屋から廊下に出る際に男と鉢合わせすると捕まってしまうため注意が必要です。何日いられるんだろう。何日でもいられるんだろうけどね。左の枠内にあるこの表示が経過日数です。リリーの部屋にて探索終了を選ぶか、一定時間の経過もしくは捕まってしまうと次の日になります。日によって探索に有利な日、不利な日があるかもしれません。しかしあまり悠長に構えていると取り返しのつかないことになるかも。もうここにいてもいいかって思ってエンディングとかってこと。それもあるかもよ。その下にあるのが現在の時刻です。通常時は移動や探索を1回使うごとに10分経過し、17時になると強制的に次の日に移行します。その下の表示が現在のシエラのステータスです。主に捕まることによって変化し、移動にかかる時間や探索時の成功率に影響します。今の状態ボタンをクリックすると現在のステータスが及ぼしている影響を見ることができます。これか。右上の考えるをクリックすると、シエラが現在の情報から次に何をすべきか考えます。つまりヒントですが、あくまでシエラの考えなので過信は禁物です。真ん中に表示される選択肢は様子を伺う以外、時間経過が発生します。ここは大丈夫なんだ。待機とかだと時間かかると。様子を伺うで周囲の状況を把握しつつ次の行動を決めましょう。なんとなくなんだけど、うん、12時とかさ、うん、ある程度の時間になったらご飯とか運んでくるのかな。それもあるかもね。だからその時には廊下かリリーの部屋にいなきゃいけないのかな、うん、私何もしてないわって感じでやり過ごさないといけないんだ。以上で説明は終わりですと。さてと、どうしようかしら。ちょっと部屋の中を調べてみるか。考えよう。シエラの考えだけど。まず考えを見てみるか。考える。この建物内がどうなってるかも把握したいし、ひとまずはあいつが来ないか様子を伺いつつ、いろいろ回ってみましょうか。じゃあとりあえず周囲を調べてみよう。そこそこ綺麗にされている部屋ね。普通に過ごすのには問題なさそうだわ。これで10分経つのか。ただ有用なものがあるかというと、あら？壁に何か貼ってあるわ。どうやらこの建物のマップみたいね。ご丁寧に立ち入ってはいけない場所に赤色のマークがつけられているわ。間違っておかしな場所に入らないようにってことなんでしょうけど、逆に脱出に利用できそうだし、ありがたくもらっておきましょう。建物のマップを入手しました。今後は場所表示下のマップボタンから建物の全体マップと現在地を見ることができます。すごい。10分過ぎた。マップ見てみるか。リリーの部屋があって、トイレがあって、廊下は自由に行き来してよくて、うん、部屋は気をつけなきゃいけない。様子を伺う、待機する、探索を終える。12時10分。じゃあ移動してみるか、とりあえず。部屋の前の廊下へ。とりあえず出よう。して、周囲を調べる。廊下ね。特に気になるものはないけど、ここからは最初に連れてこられた部屋と、もう一箇所、向かい側にある部屋の扉が見えるわ。他の部屋は勝手に入るなって言われてるし、最初の部屋以外に入るなら、近くにあいつがいないか確認してからの方がいいでしょうね。様子を伺う。来ないかな、あいつは変態。ちょっと離れた場所から音が聞こえたような、
様子を見ながら探索しないと危険かしら。これでそのまま廊下にいたりすると、いや廊下はだっていていいって言われてるから。あ、そっか、廊下はいいのか、うん、部屋に入るとことか部屋から出てるとこと鉢合わせるといけないってことだね、うん、じゃあここガン無視してとりあえず移動してみるか。北側の廊下へ。廊下はいいんだ。まずはこの建物がどうなってるか知るってことか、うん、周囲を調べてみよう。こっちにも特に変わったものはなさそうだわ。北側に扉が2つ、片方はお手洗いみたいだけど今は用はないわね。どうしようかしら。来ないかな。すぐ近くから音が聞こえた。姿こそ見えないけどかなり近くにいるみたいね。下手に動くのは危険そうだわ。だからこの辺で部屋に入るのはいけないんだ。北側はね。今マップ見せて。マップを見てみよう。今北にいて、北はこの辺から音がするからどっかその辺にいるんだ、うん、ってことは逆に南の方だったら調べられるのかな。そうね、北の方にあいつがいるってことだから。じゃあ移動してみるか。移動する。部屋の前の廊下へ。玄関側の部屋の前に移動してから多分南に行くんじゃない、さっきのマップからだと。ってことはもう一回部屋の前の廊下に、うん、戻って、でまた移動か。移動、うん、で南側で周囲を調べて、最初の部屋から南側にある廊下ね。大きな窓があるおかげで他の場所より若干明るく感じるわ。ここの窓に限ったことじゃないけど、鍵がないと内側からも開けないようにしてあるわ。これじゃ窓からの脱出は厳しそうね。様子を伺って、ここに伺ってみよう。今は？ここはまだ大丈夫そうだね。移動してみるか。部屋に入るってこと？いや、ちょっと待って、いや、廊下にいるのはいいんだよ。ここでしょ？うん。じゃあ玄関とかも探索はできる？こっちの方に行ってみる？うん。玄関側ってことだね。うん、移動する。玄関側の廊下へ。ここも様子を見じゃない、周囲を調べてみよう。ここからは玄関と2つの部屋に通じているみたいね。さすがに玄関の鍵は開いてないか。そらそうだ。やあリリー、早速散歩して回ってるのかい。ここにいたんだ。まあそんなところよ。退屈させて悪いな。用事が終わったらすぐ部屋に行くから、しばらくいい子で待っててくれ。何しに部屋に来るの、キモい。用事が終わったらすぐ部屋に行くから一回戻るか。なるべく長引いてほしいものだ。一回部屋に戻ろうか。試験室、いやここはでもやめといた方がいい、うん、この辺で部屋に入るのはどっちから行ってもいいんだよね、うん、まあ北側ぐるっと回る。移動する。部屋の前の廊下。移動でいいのか。部屋に戻るのはリリーの部屋。一回戻ろう。待機してたら来るかな。待機したら30分、まあ潰してみようか。うん、とりあえず潰してみよう。さてと。来ねえじゃん。いやだからその用事が長引くかあれするか分かんないから、その間に探索できるかできないか。そうか、じゃあ行った方がよかったのかな。まあいいや、移動してみよう。どこにいるんだろう。ちょっと廊下に出ようか。一回廊下出て様子を伺って、様子を伺う。じゃあこの近くの部屋には行けるんだ。移動してみよう。向かいの部屋行っちゃう。うん、行っちゃおうか。周囲を調べて、なんだか妙に生活感のない部屋ね。何か使えそうなものがあるとすれば机か本棚のあたりかしら。とりあえず本棚ぐらいは見ても大丈夫だろう。薬関係の小難しい本が並んでいるわ。勉強にはいいかもしれないけど、今読んで実験できるようなものはさすがになさそうね。マッドサイエンティスト。もう一回机。机も見よう。机の上に卓上カレンダーが置いてあるけど、ちょっとめくってみようかしら。今は8月ね。先月以前を見る。今月以後を見る。まあ、いつリリーが死んだかとか分かるってことか。いくつか印がつけられる場所があるわね。5月20日、書類提出期限に7月3日、薬品棚入れ替え。仕事関係のものかしら。あまり有益な情報はなさそうだわ。なんだろう、薬剤師とか。博士なんだろうね、多分ね。もう一回机見てみよう。で今月以後を見てみよう。11月8日のところに大きな丸がついてる。リリーの誕生日ね。あいつやたらこのリリーって人に執着してるみたいだし、何か大事なところにこの数字を使ってたりしないかしら。11月8日1108、これ覚えてた方が良さそうね、うん、部屋に戻ろう。一回戻ろうか。調べたから移動する。部屋の前の廊下。よし、大丈夫大丈夫。様子を伺ってみる。様子を伺おう。ちょっと離れた場所から。まだいけそうね。
今3時で、3時40分で。5時までだったよね。移動してみようか。北側にいたらあいつがいる、え、どっちにいたっけ？北側っぽかったよね。だったよね。南に行ってみよう。物置。物置、古い扉。物置。使えるものありそうだね。うん、物置行ってみよう。しまった。やっちまった。お仕置きだ。お仕置きだ。と、何か入ってきたかと思ったら君か。おかしいな、ここに入る許可を出した覚えはないか。様子を伺ってなかったからだ。そうだ、しまった。しまった、迂闊だったわ。他の部屋には入らないようにと伝えたつもりだったが、退屈に耐えきれなかったのか。なら仕方ないな、用事は途中だが少し相手をしてあげようか。相手？ほらおいで。何のお相手？ちょっと何するのよ、話して。キモー。シエラが腕をつかまれ強引に連れ去られてきたのは地下にある小部屋だった。周りは薄暗く、何があるのかははっきりと目視することはできない。何この薄気味悪い部屋。お仕置き部屋とでも言っておけばわかりやすいか。あなたが悪趣味だってことはわかったわ。こんなところへ連れてきて一体どうする気？いきなり後ろから突き飛ばされ、シエラの体がうつ伏せになる形で冷たい床へと倒れ込む。いた！急に何するのよ。自分がどうしてここに連れてこられたか自覚してないのか？お仕置きするに決まってるだろ。気持ち悪い。シエラは薄く笑みを浮かべた男にそう吐き捨て、体を起こそうとする。しかしそれは男の言葉で制止された。と、動かないでくれよ。君を乱暴に押さえつけるようなことはしたくない。ああそうだ、こんな時のために買っておいたものがあったんだ。ケツでも叩くのかな、この体勢。年末恒例のやつ、今年ないっていうやつかな。ほら、つけてあげるから、そのままじっとしておいてくれ。首はつけられちゃった。あら。男の手が首元に伸びる。予想外の動きにその手を払い抜けることができず、素早く何かを巻きつけられてしまった。なんか爆発しちゃうのかな、バトルロワイヤルみたいに。そういうわけじゃないか。リードもついてるよ。カチャリという金属の留め具の音が耳元に響く。ひんやりと首にまとわりつくような感触にシエラは表情を歪ませた。ああよかった、とても似合ってるよリリー。これ恋人にもしてたの？どういうプレイをしてたのかな。満足げな男を横目に首元を手で探れば、それがどうやら犬猫につけるような首輪らしいと理解する。それもご丁寧にリード付きの。何よこれ、首輪？こんなものつけて何考えてるのよ変態。散歩するのかな、今から散歩させられんのかな。そういうプレイか、首輪の用途かい。まあ君を繋いだままにしようとは思ってないが、例えば君が暴れた時に。うわ、こうやってできるな。首輪につながった紐がぐっと後ろに引っ張られる。それに伴いシエラの喉元が首輪で締められる格好になった。ちょっとやめなさいよ。何が不満なんだ。君が僕の言いつけを破りたくなるくらいに暇を持て余していたようだから、こうやってかまってやってるんだろ。変態だ。ふざけたこと言ってないで話。少し刺激が足りなかったかな。うわー締められてる。男の手によりシエラの頭が床方向へ押さえつけられる。首を上げることによって確保していた首輪とわずかな隙間が圧迫され、苦しげな声が喉から漏れる。これで少しは反省する気になったかい。君がここでリリーとして僕と幸せに暮らすために君にも協力してもらう必要があるんだ。分かってくれるよな。リリーさん M だったのかしら。お互いよくやってたのかもしれないね、こういうことを。男の両手に込められた力がだんだんと強くなり、言葉を紡ぐことが困難になる。酸素の不足を脳が訴えるが、体勢が不利なこともあり、ろくに抵抗もできない。このままじゃ、殺され、話してあげたんだ。上手。首輪の紐と頭部を押さえていた男の手が離された。ヒューッとシエラの喉が鳴ると同時に、手放しかけていた意識がかろうじて戻ってくる。本当は君の体を不必要に傷つけたくはないんだ。
今日はこのくらいにしといてあげるから、次からは気をつけてくれよ。シエラに言葉を返す余裕はなかった。ぐったりとその場に倒れ込んでしまい、浅い呼吸を繰り返している。おや、疲れてしまったのか？じゃあ、君の部屋まで運んであげるから、今日はゆっくり休むといいよ、リリー。男の言葉に気が緩んだためか、伸ばされた男の手に抵抗もしないまま、少女は意識を手放した。あらら。はあ。首輪がついてる。ひどい目にあったわ。この首は鍵がついてて自力じゃ外せそうにないわね。紐は取り外されてるから邪魔になりそうにないのが救いだけど、次捕まったら何されるか分かったもんじゃないし、今後はもっと慎重に探索しなきゃ。2日目。おはようリリー、よく眠れたかい？シエラよ、おかげさまでろくに眠れなかったわ。そうか、慣れないベッドが悪かったかな。いいものを用意したつもりだったんだが、ま、そのうち慣れてくるさ。時間もたっぷりあることだしな。ここに慣れるつもりなんてないわ。あなた、自分が悪いことしてる自覚ある？おや、恋人と共に暮らすのがいけないことなのかい？君はリリーなんだから、僕と一緒にいることに何の問題もないはずだが。こいつやべえな、全然。取り合う気ないじゃん。話すだけ無駄ね。さて、僕は今日もやることがあってね。昨日と同じくらいの時間には済むだろうから、それまで待っててくれ。じゃあまた後で。何をやってるかは知らないけど、付きっきりじゃないのはありがたいわね。こっちに来る気配がなくなったら行動を開始しましょうか。結構負けん気あるね。この言葉がお仕置きを受けるたびにだんだん多分弱気になっていくのかな。さあ、2日目ですね。昨日入れなかった倉庫に行って、気配がしなかったら行ってみようか。うん、考える。リリーって人の誕生日、何かのパスワードに使われていないかしら。文字数が一致するものがあれば入力してみてもいいかもしれないわ。11月8日か。絶対に脱出しよう。ムカつくから。ここは脱出したいね。外は大丈夫だね。とりあえず移動して、リリーの部屋の前にいるんだけど、この向かいの部屋には入ったんだっけ？向かいの部屋は入った。向かいの部屋は机と本棚があったんじゃなかったっけ？で、南側に行った時に鉢合わせちゃったんだ。そうそうそう。じゃあ、廊下だけとりあえず移動しよう。南側の廊下へ。様子を伺ってみようか。ちょっと離れたとこにいるなら入っても平気？平気そうね。ちょっと入ってみようか。物置。さあ入ったぞ。で、調べるんだ。周囲を調べる。他の部屋に比べてこじんまりとしてるわね。雑多に物が置かれてるけど、ガラクタだらけって感じだわ。あまり調べるところはなさそうね。でさ、部屋から出るときにもさ、鉢合わせないように様子を伺ってから出た方がいいんじゃない？そうだね。あら、まだいろいろあったよ、それ調べられそうなのが。ゴミ箱を見よう。ゴミ箱あさりか。気は進まないけど脱出のためやるしかないわよね。ぐちゃぐちゃにされた書類とか手紙とかが入ってるけど、残念ながら有益な情報はなさそうだわ。ちょっと様子を伺ってみるか。物音とかも聞こえないし、建物内にいるとしても遠いんじゃないかしら。探索するなら今のうちね。で、ゴミ箱じゃなくて今度は床を見てみようか。床下にお仕置き部屋への入り口があるわ。見た限り有用そうなものはなかったし、いい思い出もないから二度と入りたくないわね。出るか。出るけど、ここで様子を伺っても変わんないんだっけ？わかんない。時間の経過もあるから。音がちょっと離れたところになってる、ね、ってことは出るなら今だ。今だ今だ。移動する。南側の廊下へ。さあ、ここで鉢合わせてないからまだ移動して大丈夫か。まあ廊下で鉢合わせる分にはいいのか。ちょっと小部屋怖いね。ちょっと待ってよ。様子を伺う。廊下を歩いてるかも。すぐ近くから音が聞こえた。姿こそ見えないけどかなり近くにいるみたいね。下手に動くのは危険そうだわ。ってことはここではテクテク歩けばいい。移動しかできないな。じゃあ、玄関側の廊下に行ってみるか。いや、今日もお散歩かい？そうだけど、何か問題あるのかしら。いや、また勝手に他の部屋に入ったりしなければ、君の好きに過ごしてくれて構わないよ。少し警戒されてしまったかしら。様子を伺う。移動すれば去っていくんだ。待機もできるんだ。後をつけてたりするかもね、警戒してれば。とりあえず移動してみよう。この場で試験室とか行ったらバカだから、廊下、北側の廊下に行こうか。で、様子を伺う。様子を伺う。
一旦部屋に戻るか。今日一日はさ、変な部屋に入らないで見せるのはどうだろう。警戒されないよ。そう。自分の部屋で待機するのはどうだろう。使っちゃっていいかな、一日。まあやってみるか。部屋の前の廊下へ。ちょっと待って、様子を伺う。あ、やばいやばい。でしょ、この辺にいるんだ。リリーの部屋へ。やっぱり、待機。ちょっと待機しよう。時間を潰す。どうする？この後、ずっと待機するか、うん、また移動するか。まあ、捕まったら捕まったでいいんじゃない？いろんな CG も見れるし。それが胸クソ悪いか。あら、まだここにも近くにいる。ってことは、うろうろしてるんじゃない？やっぱり警戒して。警戒されちゃったか。もう一回待機してみよう。3時。で、様子を伺う。ダメだ。やっぱり、それか、この部屋の前の部屋で何かしてるか。してるか。見張ってるか、どっち。ちょっと外に出てみよう。トイレです。いや、またあったな。できればあんまり会いたくないんだけど。部屋に入ろう。じゃないと。これはもう、今日は一日家にいた方がいい。なんか貼られてるっぽいよね。ってことはさ、廊下でもあんまり会わない方がいいってことなのかもしれないね。諦めたふりしていた方がいい、じゃあ、リリーの部屋に戻って、探索終える、はい、それか。いやでももうちょっと頑張ってみよう。待機する。さあ、これでも近くにいるなら離れたところか。でも今もう4時前だね。どうしようか。あと1個ぐらい行けたいな。ちょっとセーブしよう。任せる。こいつムカつくから一泡吹かせたい。一泡吹かせたいか。様子を伺う。あと1時間か。北か南かどっちかにいるってことでしょう、うん。ワンチャンさ、北側行って、様子を伺う。ダメだ。今日はもう帰ろっか。帰ろっか。今日は寝るぞ。寝るぞ、うん、焦っても仕方がないわ。今日の探索はここまでにしておきましょう。とりあえず1個部屋見れたしね。3日目。おはよう、リリー。調子はどうだい？少しは暇つぶしも必要だろうから、君の好きだった本を持ってきた。昔、君が僕に勧めてくれた小説だよ。知らんがな。悪いけど、私はそんな本読んだこともないわ。そうだろうな。でもきっと君も気に入ってくれるはずだ。君はもうリリーなんだから。さて、じゃあまた後で危険なことはしないように。今日も何かの用事、もしくは仕事か。建物を探索する時間には困らなそうね。あれ、なんだか頭がクラクラする。ずっと気を張ってるせいで疲れが出てるのかしら。早く元の生活に戻りたいものだ。なんか状態が悪くなるのかな。正常か。なんか薬を盛られてるとか。で、食べ物にさ。で、日にちが過ぎるごとに洗脳されちゃうとか。ってことなのかな。様子を伺ってみよう。ちょっと離れたところか。移動してみるか。部屋から出る分には大丈夫。様子を伺う。すぐ近く。なんだよ、すぐ近くにいるんだよ。一旦部屋に戻ります。離れたところ。ちょっと待機してみるか。待機。様子を伺う。今遠くにいるね。北に行く？今度は北に行ってみようか。北側廊下へ。さあ、様子を伺う。ちょっと離れたところだから、まあ、いいんじゃないかな。北側の部屋へ。行ってみようか。北側の部屋行ってみるか。この部屋、鍵がかかってるわ。見られたくないものでもあるのかしら。とにかく今は入れそうにないわね。まあ、移動するしかないね。移動するしかないね。玄関側行ってみる。様子を伺って。様子を伺う。じゃあ、この辺にいるんだ。この辺にいるな。南側って調べたっけ？まだ部屋があったよ、もう一つ。でも南この辺怖いから行けないな、まだ。ってことはこの辺で仕事してんのかな？よくこの辺にいるじゃん。うん。ちょっと離れたところ。行けるところがもう一個。もう一回北に行って、やり過ごせるかな。玄関側に行ってみようか。ああ。やあ、リリー。今日も散歩か？何か見せられる場所でもあればいいんだが。そのうちどこかの部屋を片付けておくよ。外に出してくれてもいいんだけど。相変わらずこちらの要求を聞く気はないみたいね。
今ここにいるのか。じゃあ移動するしかない。北側の廊下に行こう。でそこは入れないからぐるっと回って自分の部屋の前に行かないと。一旦自分の部屋の前、部屋前の廊下行って様子伺って、様子伺う。すぐ近く。でもここは移動してもいいんじゃない、別に。南、南にいそうじゃない。いないか、ちょっと離れたところで。もう一回今度は玄関に行ってみるか、うん、で様子を伺って。近くにいますな。北にもう一回行ってみる。北にもう一回行ってまた会っちゃったよ。で一回また部屋側に行ってぐるっと回ってるんだとしたら、ジョギングです、うん、ジョギングをしています。部屋側の廊下で、あら歩いておる。ジョギングです。ドタンバタンドタンバタンドタバタ。様子を伺う。ちょっと離れたところ。今度は反対から北に行ってみようか。くる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 、北側の廊下へ。北は近くにいるか。なかなか行きたいとこに行けない。行けないね。玄関に行こう。ね、これ尾行してんのかな。逆にまた北に行ってみよう。どうする。なんか尾行されてる、警戒して。北、今度玄関前に行ってみよう。近くにいるな。ここで待機しちゃおうか。廊下にいよ。どうすんだろう、廊下で待機ってさ、スマホもないのに。そらきついな。様子を伺う。今行けそうじゃないか。北側？資料室行っちゃおうか。うん。様子伺って、あ、さっさと調べてしまう？うん。お、これは遠そうね。よしよしよし、今のうちだ、あと1時間しかない。周囲を調べる。机に紙束がたくさん載ってるわね。書類置き場にでも使ってるのかしら。重要そうなものがあれば、何かの手がかりになるかも。とりあえずどこでもいいから見てみるか。どれもこれも小難しいことばかり書かれてて、よくわからないものばかりだわ。あら？書類に紛れて何かあるわね。薬？何も書かれてないから何の薬か全くわからないわ。まあ、役にも立ちそうにないから別にいいんだけど。これが食事に盛られてるんじゃない？今度は冷蔵庫。鍵付きの冷蔵庫だわ。鍵穴の近くに水色のシールが貼ってあるわね。おやつ盗難防止じゃなくて薬品を入れるためのものみたい。鍵は開いてるけど、茶色の小瓶が並んでるだけで目を引かれるものはないわね。本棚。本棚の中で気になるもの。明らかに最近取り出した感じの、本棚から飛び出してるノートがあるわ。問題は私の身長だとギリギリ手が届くかどうかの位置なのよね。この部屋には足場になりそうなものもないし、ちょっと無理してでも取り出してみるべきかしら。それ音がするんじゃない？あと行動が4回ぐらいしかできないな、これ。帰るのかな、そうなった場合。ノート取ってみるか。ギリギリでノートの端は掴めるけど、かなり力を入れないと取れそうにないわね。でもこんなところで諦めるわけにはいかないわ。取りゃ！うわあ！ほら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 。やっちゃった。びっくりした。他の方まで一緒に落ちてくるなんて、ちょっと迂闊な行動だったかしら。とにかく落ちた本は元に戻して、ノートは私の手の届く段の本の間にでも挟んでおきましょう。これでいつでも中身が見られるわね。そ、動いてて大丈夫なの、物が。大丈夫か。だって最近取り出した物の位置がさ、うん、動いてんでしょ。変わってたら大変じゃねえか。出よ出よ出よ、移動。4日目。おはようリリー、ちょっと遅くなったが朝飯を持ってきたよ。ああ、そういえば君の好き嫌いを聞くのを忘れてたな。まあ可能ならだが、もしアレルギーでもあれば本人の努力ではどうこうできないからな。この辺はさ、科学者らしく配慮してくれるんだ。アレルギーはどうしようもないっていう、ね、現実的だもんね。そこは狂ってないんだ、うん、そこまで。そこはなんか科学者の倫理観みたいなのがあるのかもしれないね。変なところは寛容なのね。まあ今のところは残さず食べているようだし、少なくとも口に合わないってことはなさそうだな。そこだけは不幸中の幸いってことにしておくわ。気に入ってもらえてよかった。そのうち君の手料理も味わってみたいな。リリーの得意料理も覚えてもらわないと。うるせえ。と言っても今は残念ながらまとまった時間が取れそうにない。あまり構ってやれなくて悪いが、もうしばらく我慢してくれ。それじゃ。ふう、
じゃあこちらもそろそろ行動を開始しましょうか。とりあえず外に出てみましょうか。そうだね、うん、ノートさ、うん、動かしちゃったけど私あそこ怖くてさ近づきたくないな。行けるとこに行ってみようか。とりあえず行ってみるか。廊下の前で様子伺って伺う。ああ、すぐ近くにいるんだ。撤退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 。一回戻ろう、リリーの部屋へ。で待機、一回ぐらいしたらどうだろう。あら、まだいるね。何してんだろう。もう一回待機だ。様子見とこう。まあ大丈夫でしょう。部屋の前の廊下へ。なんかさ、お仕置き部屋の近くに行ってない部屋があったのがさ、ちょっと気になるんだよね。そっち行ってみようか。まず様子を伺ってみよう。そうそう、南だったっけ、うん、あ、すぐ近くだって。とりあえず離れてみよう。南側いないね。様子を伺ってみよう。様子を伺おう。あ、今離れてるみたい。ここで行ってみるか。この古い扉の部屋ってさ、行ったっけ。行ってない。じゃあ行ってみよう。物置の小部屋がお仕置き部屋につながってるんだもんね。周囲を調べる。この部屋あんまり使ってないのかしら。ちょっと埃っぽいわね。見た感じ重要そうなものはないけど、机の引き出しや棚の中に何かないかしら。どうしよう、棚の中、引き出し、引き出しを見てみようか。そうだね、空き巣だ空き巣。何も入ってない引き出しだらけだわ。あら、一箇所だけ錠のつけられてる引き出しがあるわね。4つの数字を合わせて解錠するタイプみたいね。それっぽい数字何かあるかしら。ちょっと合わせてみましょうか。これさっきのパスワードっていうか、リリーのさ誕生日、誕生日じゃないの。11月8日か。1108ってこと。入れてみよう。これ言ったでしょ、11、なんか罠じゃない限り。08、あれ言った、うまくいったみたいね。中身はノートが一冊ね。ざっと確認するに仕事関係の日誌みたいだわ。ちょっと詳しく見てみようかしら。じゃあまず5月から見ていこうか。5月8日、薬品棚の扉が開きにくくなっている。無理やり開けようとした結果、中の薬瓶を倒して割ってしまった。幸い予備の試薬を買ったばかりなので、仕事に支障は出なかったが、近いうちに買い替えが必要だろう。5月22日、次の仕事に新しい試薬が必要になった。やたら高いから必要最低限だけ用意する。しかも体に害があるらしい。専用の保護具の購入も検討する必要あり。5月のページで気になるのはこれぐらいね。他も見てみようかしら。じゃあ6月行ってみよう。6月10日、棚に刺激性のある試薬をこぼしてしまった。よりによって取っ手のところだ。一応軽くは拭き取ったが、なんだかベタベタする。今後あそこを開け閉めする際は手袋着用必須。まあ、めったに開けない場所だから問題ないだろう。これさ、この部屋の棚開けるときにさ、っていうことか。素手だと証拠残っちゃうのかな。いいの？大丈夫なのかな。6月17日、装置のガラス部分にひびを見つけた。今のところあの装置はほとんど使用予定がないので、しばらくはこのままで様子を見ることにする。一応部品の取り替え方は調べておこう。じゃあ次7月ね。7月3日、新しい薬品棚が届いた。これでやっと力任せに扉をこじ開ける必要がなくなりそうだ。ということはここにある部屋のやつはもう取り替えた後ってこと。薬品棚はそうなのかな。うん、一応こっちが妙な壊れ方をした時のために、前の棚も処分せず地下の倉庫に置いておく。対応した赤青木の印の鍵も同様。前の棚は倉庫にあって、赤と青と黄色の印の鍵は地下の倉庫にあるんだ。地下の倉庫ってお仕置き部屋ってこと？っていうことかな。倉庫なのかなあれ。新しい試薬に対応した手袋を購入。手袋を購入、はいはい。該当の試薬以外には弱いようなので使い分ける必要がある。以前から使用しているものと違って赤い箱なので混同はしないだろう。新しい薬は対応した手袋は赤い箱に入ってる。ってことはこの棚についた試薬はまた別か。で、鍵は地下の倉庫。じゃあ7月はまあ見終わりましたので、じゃあやめとくにして様子を伺って棚を見るかどうか決める。そうね、様子を伺おう。シエラ遠いのか。これ遠いね。今のうちに、じゃあ棚の中を見て、もう触っちゃうかな、もしかして。この棚は他の家具に比べて比較的埃が少ないみたいね。でも何も入っていないようだけど、これが新しい棚だからってことか。あ、そっか。一箇所だけ奥行きが狭いところがあるわ。なんだか怪しいわね。この奥にある板、取り外せないかしら。ダメね。ネジ止めされているから、外すなら工具が必要だわ。
ドライバーぐらい探せばどこかにあると思うんだけど、倉庫とかね。次は多分ドライバー探しだ。南側廊下へ。様子、さあ様子を伺って、ちょっと離れたところか。見てない部屋が、あと資料室ってあったよね。そうね。とりあえず資料室行ってみるか。移動する。試薬室、実験室みたい。試験室じゃなかった？試験室だったっけ。資料室は見たのか。どっち側だったっけ。玄関側だよ。玄関側か。様子を伺う。すぐ近くだ。ってことは自分の部屋側に逃げた方がいい。多分北側にいるってことだから、うん、試験室だったね、うん、資料置き場もあったのか。南側から、ちょ、とりあえず移動で玄関からもある。北に、とりあえず部屋に行ってみるか。うわっと、リリーか。すまない、ちょっと急いでてね。トイレか。トイレかな。僕が何をしているのか気になるかい。興味を持ってくれるのは嬉しいが、わざわざ君に話すほどでもない簡単な用事だよ。だからトイレだろ。うんうんうん。気になるなんて一言も言ってないんだけど。用を足すんでしょ。でもトイレはすぐ近くじゃなかったっけ。そうか、確か。どうする、ここだったもんね。反対か、うん、いやだからここにいるからトイレに向かってこうだだだ。考えるをやってみよう。さっきパスワードはもう見たもんね。そうだね、うん、古い扉の部屋にあった棚の奥、やっぱり気になるわよね。工具が見つからないか探してみましょうか。じゃあやっぱり次の目標は工具探しだ。様子を伺うはすぐ近くにいるから、一回部屋に入ろう。リリーの部屋へ。3時か。一回出ようか、じゃあ。出て、様子を伺って、様子を伺う、すぐ近くか。待機。待機。そして、様子を伺う。よし、ちょっと離れたところか。玄関にないといいね。北を通る。北を通ってみようか、じゃあ。北側廊下。様子を伺う。すぐ近く。じゃあ玄関側にいるのかな。一回玄関側に行ってみようか。南に向かって行ったもんね、さっきね。移動する。ちょっと納期遅れてるから詰められてんのかな。かもね。所詮サラリーマンなのかも。玄関側か。いたー。いたいた。いや、また会ったな。またしょんべんかい。また後で南側の廊下の方に行ったと。南に行ったんだ。なんか今日忙しいんだ。あー、でももう16時か。これさ、時間過ぎたらもうダメなのかな。自分で戻る気もするけど、どうなんだろうね。あと5回しか行動できないもんね。しょうがない。もう今日はやめる。今日はやめとこう。帰ります。どっちからでも。いや、ついていこう。移動する。自分部屋前の廊下移動する。リリーの部屋探索終わり。今日の動画はここまで。チャンネル登録や高評価してくれたら嬉しいな。 Twitter もやってるからフォローしてね。では次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。